さあ皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今回はこのリクエストいただいてたブールブランソースをやっていきたいと思います。ということで、ブールブランソースはフランス料理のクラシックなソースの一つで、乳化の基本中の基本です。料理人としてはね、大事なスキルの一つなので、しっかりと紐解いてやっていきましょう。今回使っていくのはエシャロットです。ただ一般の家庭にエシャロットってやっぱなかなかないと思うんで、玉ねぎで代用していただいて大丈夫です。でブルーブランのソースの特徴なんですけど、やっぱり酸味が特徴なんですけど、一番ね、個人的に大切にしてるのはこうネギ感、程よいネギ感がソースにこうどれだけ繊細に移せるか、それは自分が作るときに結構気をつけてるポイントです。結構細かくなったと思うんですけどね、意外とこう切り残しっていうのがあるから、こうやって広げてあげて、まだ残ってるところ刻んであげるのもいいかもしれないです。まあそこまでね、こだわらなくてもいいんですけどね。まあ我々プロの場合はある程度こういうところは気を使ってしっかりとみじん切り。で今回は白身魚使います。タイ。焼き方は特に決めてなかったんだけど、どうしよう、ポワレでいきますか。シンプルに皮引いてあるけど、これぐらいかな。で塩がない、塩がないじゃないか。やっぱ塩振るときはね、こうなんだろう、固まっちゃってるっていうか、ちゃんと振れないくなっちゃうんですよね、どうしても。これはしょうがないんで、こういうときはやっぱフライパンに入れてしっかりといって、水分を飛ばします。塩がね、ちゃんと振れないと結構ね、こう難いくなっちゃう。まあ、ただあんまり強火にしすぎると、塩の中に含まれている不純物みたいなのが反応してちょっと茶色くなっちゃったりするんで、そこだけ気をつけた方がいいかもしれない。これで OK。 まあ、この塩は適量。ソース作る間、少し脱水してあげます。で、まずさっきみじん切りにしたエシャロット、あとは白ワインビネガー、今回だいたい 40cc ぐらい、次は白ワイン、これは 30cc ぐらいで、白ワインがなければ、ご自宅になければ日本酒でも正直いいと思いますし、白ワインビネガーがなければお酢でも、まあ、問題ないです。問題ないっていうか、味は少しもちろん変わりますけど、和風ブールブランソースっていうのができます。それでまずはエシャロットとさっきの液体でしっかりと煮詰めていきます。これでブールブランの味の骨格を作っていく。でここで白胡椒、これを少し砕いたのを加える人もいます。これはね、お好みでいいと思います。少しこう白胡椒の香りを移してあげる。でこの時どれぐらいこの液体を煮詰めていくのかっていうのは、そのシェフのやり方によってまちまちというか好みによって分かれるんですけど、僕はかなりしっかりと煮詰めます。これが俗に言うレディクションと呼ばれるものなんですけど、エシャロットをベースにしたものと液体を煮詰めたもの、それをレディクションと呼びます。でさっき言ったように僕はかなりがっつり煮詰めます。でシェフによっては3分の1程度煮詰めるとか4分の1程度煮詰めるとか、本当に分かれるんですけど、僕がねしっかりと煮詰める理由は、やっぱビネガーと白ワイン、まあ、こういうアルコール系のものはしっかりと煮詰めてこうまろさを出したいんですよね。酢だったりとかそういうのってやっぱこうちょっと尖った味で強いんで、
食べ疲れしちゃうかなっていう時があったり、煮詰め具合が足んないと、なんでしょうね、味がぼやけちゃってるかなって感じる時もあるんで、そういった理由からまずしっかりと煮詰めます、カツカツになるまで。今こうやって見るとまだ水分残ってますね。これぐらいで止める人もいますし、もうちょっと僕の場合は煮詰めていきます。こんな感じでだいぶ水分っていうかもうないですね、完全にこのエシャロットが吸った状態、これぐらいまで煮詰めました。でここからはバターを入れていく。でこのバターはしっかりと冷蔵庫で冷やしておいたものがいいです。あんまり常温に戻しすぎちゃうとね、こう乳化しづらいんで。はい、じゃあまず3分の1量入れます。でこの時の火の強さは弱火よりの中火、これぐらいですね。今溶けてきたんでまた少し加えていきます。3回ぐらいに分けるといいかもしれないです。また溶けたんで最後バター加えていきます。で乳化のやっぱ一番のポイントは水分量とバター、これのバランスなんで、バターが多すぎてもドレッシングみたいになるし、水分が多すぎても同じですね。結局なんかしっかりとつながってないドレッシングみたいになります。今しっかりと乳化された状態です。これでここからは濃度の調整なんですけど、まあ、正直これはかなりしっかりつながってる状態、まあ言い方を変えれば少し重い状態なんで、ここで少し伸ばしてもいいかもしれないです。お好みで、用途によってそこは変えていいと思います。その伸ばす時の水分、水体は水でもいいし、僕今回ちょっと最後キレを出すために白ワインを加えようと思う。でご家庭はこのままこさないで使っていただいて大丈夫ですし、プロなんでここからもちろんこす作業をしていこうと思います。でここで最後味を見て必要であれば塩少し、うん、うまい。はい、まあコストね、これぐらい量が少なくなっちゃうんですけど、さっきはネギがねあったからかさが増してましたけど、やっぱこういう細かい作業を重ねるからフランス料理ってね、原価っていうのはどうしてもかかってきちゃう、人手もかかってきちゃうっていうところなんですけど、まあさっき言ったようにご家庭でこうこさないでネギと一緒にそのまま食べるっていう場合は、もっとね、なんでしょう、なんだ、じゃあ魚っぽあれしていきますか。でしっかりとフライパン熱しておいて、そこでポワレしていきます。この時ね、最初このタイは皮をね剥いであるんで、あんまり反り返ってくることはないんですけど、皮がついてるとやっぱどうしてもね皮が反発してこう反ってくるんで、最初焼き始め少し押さえてあげると綺麗に仕上がったりします。香り付けにバター少し入れてあげてもいいです。でこの時あんまり強火にしすぎないで気をつけましょう。で仕上げに塩コショウ。じゃあ盛り付けていきましょう。結構ねソース豪快にいっちゃっていいと思います。ボナペティ。よし、いただきます。いやいい感じ、曇りなき綺麗なブルーブランが
できてるんじゃないでしょうか。いきます。うん、うまい、うまい。これこれ、でも自分がこう子供の時に家で食べてた魚って、まあもちろんね、和食しかなかったんで、初めてフレンチに食べに行った時、このなんか魚ふんわり焼けてるし、このソースなんだこれってやっぱ思った衝撃がね、一番大きかったですね。なんでもちろん毎日食べるような料理ではないんですけど、もちろんねこのバターの量なんで、ただたまにやっぱこうちょっとした時に食べると、やっぱ改めてね、うまいなって思いますよね。うまい。完璧なブールバランじゃないの、ね、魚系、魚介系に合わせるならもうこのブールブランがやっぱ一番万能だと思います。ごちそうさまでした。よし、しかった。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。